どうも、キノコです。やってきました新イベント。約1年半ぶりの久々の三国志イベントですね。なので、前回の三国志イベでプニプニやってなかった方とかは、今回の強敵攻略は特攻、いないとほぼ無理ゲーですね。ただ、前回の三国志イベに参加し、かつ、三国志キャラはそれなりに育ててるよという方は、今回のボス特攻なし、攻略クリアはワンチャンいけそうです。今回は特攻なしかつ、暴走閻魔なし、かつそれなりに安定して勝てるパーティーを皆さんにご紹介します。では行こう。はい、というわけでボス特攻なし、攻略となると、閻魔族の三国志キャラのご利用し、これしかありません。そして、パーティーに極閻魔がいること、どうかお許しください。それ以外の4体は、今回のイベントで手に入るキャラなので、皆さんぜひ狙ってみてください。暴走ノルカソルカはどうやら、ガチャ復刻での登場みたいですね。まずは天使支閻魔で、ノルカソルカとカイラの技ゲージを貯めます。その次にリンネでビーバーを強化します。そして、暴走ノルカソルカを打ちます。そして、ここからは運ゲーです。もう一度、暴走ノルカソルカの技を打つために、暴走ノルカソルカのサイズ2のデカ、プリを4つ作ります。もう背面ゲーですね。そうしたらあとはカイラを打って、ノルソルの技を貯めた後、もう一度ノルソルを打ってください。見継ぎ物も忘れずに。最後はとどめに転じし、閻魔を打ってピン。このようにして、今回もなんとか特攻なしで、強敵ボス、クリアできます。もし、火力や HP が足りないという方は、先に武道会を周回して、閻魔たちを監督してから挑むのも、ありかもしれませんね。そして、特攻なしで、強敵ボスが、クリアできることが分かったので、今回も私はガチャスタンプまで、ガチャを回すのはスルーします。ただ、今10連回したら、なんか神引きするような気がするので、最後に10連だけ回して、神引きしてお別れしましょう。それでは、今日もご視聴いただき